担当の小山です。謎の中学生アキラくん、彼は一体何者なんでしょうか。敵なのか味方なのか、それともただのおじさんなのか。そんな謎を追うべく、渚はアキラくんを尾行します。尾行してるさなか、あんなことやこんなこと、もうなんかいろいろとピンチに襲われたりします。ピンチはチャンス、そんな言葉がありますか。ピンチはピンチです。次回アキラくん第2話尾行、タイトルそのままです。来週も絶対に見てほしい。